アイテム番号 SCP-562JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-562JP 周辺には民間人が立ち入らないようにしてください。また、毎年10月22日から11月2日までの期間には SCP-562JP 周辺に重火器で武装した職員を常駐させてください。通常は機動部隊スティグマ、7括弧聖なる火消し括弧閉じがこの任務に当たりますが、スティグマ、7が出動不能な場合にはその他の職員でも構いません。SCP-562JP-1 が現れた場合には可及的速やかに重火器で収容させてください。回収された SCP-562JP-2 は耐熱性能の高い金属製の容器に収容してください。また、容器は3ヶ月ごとに交換してください。カブカルタバガ、もしくはカボチャの内部をくり抜いて作成した容器に保管してください。説明 SCP-562JP は、イギリスの、にある、一般には、湖として知られている湖です。現在 SCP-562JP 周辺は財団によって所有されており、イギリス軍の演習用地に偽装しているため、一般人は立ち入り禁止になっています。毎年10月22日から11月2日までの期間になると、一体の人型実体括弧 SCP-562JP-1 括弧閉じが SCP-562JP から出現します。SCP-562JP-1 の出現は現時点では1年に1度、1体という割合のみが確認されており、それ以上の割合での出現は現在確認されていません。SCP-562JP-1 は常に炎上しており、大きさはイギリス人男性の平均値とほぼ同じです。SCP-562JP-1 の炎を消す試みは現在のところ全て失敗しています。SCP-562JP-1 は人類と人工物に対して敵対的であり、特にキリスト教徒やキリスト教に関連する物品に対しては非常に敵対的で死亡あるいは焼却された後も執拗に攻撃を続けます。SCP-562JP-1 は通常の兵器で収容させることが可能です。SCP-562JP-1 を収容させると SCP-562JP-1 自体は直ちに塵になり消滅しますが、その後に SCP-562JP-2 と定義される物体が一つ残されます。SCP-562JP-2 の見た目は燃えている石炭に似ており、常に、度以上の温度を保っています。SCP-562JP-2 を消化、冷却する試みは現在のところ全て失敗しています。実験記録 562JP-2 目的、SCP-562JP-2 のより容易な収容方法の模索。方法、鉄製の 30cm×30cm×30cm の容器に SCP-562JP-2 を収納する。結果、開始から5分46秒時点で容器の表面は、同記録。40分後、容器は溶解し始める。実験記録 562JP-2 目的、SCP-562JP-2 のより容易な収容方法の模索。方法、陶製の 30cm×30cm×30cm の容器に SCP-562JP-2 を収納する。結果、開始から7分26秒時点で容器の表面は、同記録。1時間48分後、容器はひび割れた。実験記録 562JP-2 目的、SCP-562JP-2 のより容易な収容方法の模索。方法、カボチャをくり抜いて作成した容器に SCP-562JP-2 を収納する。結果、容器の表面温度は30度を超えることがなく、その後実験終了まで28度前後で安定した。他にはカブやルタバガでも同様の結果が得られた。ちょうど時期がハロウィンだったから、冗談のつもりでやったんだけどな、研究員。実験 562JP-2 により、SCP-562JP-2 のより容易で安全な収容方法が確立されました。ただし、あくまでも収容が容易かつ安全になっただけであり、SCP-562JP-2 自体の温度は低下しておらず常に、度以上の温度を保っていることに留意してください。20年の時点で SCP-562JP-1 の出現は、回観測されており、その全てを収容させることに成功しています。また SCP-562JP-2 も同数回収されています。なお、現在財団が保管している最古の SCP-562JP-2 は、年前に収容されたものですが、どうしたまわったことはありません。
非公式な記録ながら、SCP-562-JP-1 と交戦した財団職員の中にはキリスト教の神や聖人、特に聖ペテローの老主氏の未確認の男性の声を聞いた。と主張する者が何人かいますが、現時点ではそのような音声は公式には確認されていません。インタビュー記録 562JP 対象機動部隊スティグマ、7/聖なる火消し/隊員。インタビュアー、研究員。副機、隊員をはじめとする数人の職員は SCP-562JP-1 の収容作戦中、キリスト教の神や聖人、特に聖ペテローの老主氏の未確認の男性の声を聞いた、と主張している。なお、音声記録にはそのような音声は記録されていない。研究員では、インタビューを開始します。あなたはキリスト教の神や聖人を呪う声を聞いたとのことでしたが。隊員はそうだ、確かに聞いた。低い男の声で、よくも俺をこんな目に、とか、煉獄から俺を解放しろ、とか、あとは世にはばかられるような侮辱さ。特に聖ペテロについてはもっとひどい言いようだった。研究員しかし、音声記録にはあなたが言うような、声、は一切記録されていません。隊員、と言われても困るんだけどな。俺は確かに聞いたんだ。イクターやハーエイ中、ようなとも機動部隊スティグマ、7/聖なる火消し/隊員であり、隊員と共にオブジェクトの収容作戦に参加していました。にも聞いてみろ、あいつらも俺と同じ声を聞いたっていうはずだ。研究員そうですね、その二人もあなたと同じことを証言しています。隊員だろ、でもな、どうも俺だけしか聞いてない声もあったみたいなんだ。研究員詳しく聞かせてくれますか？隊員あれは俺がさっき言った低い男の声じゃなかった。女とも男ともつかない声で、なんというか、地獄の底から響いてくるような感じで、とにかく恐ろしかった。研究員内容はどのようなものでしたか？隊員、ウィル、ウィリアム、お前もういい加減にしろ。お前はもう救われない。収容報告書その後、声を聞いたと主張する、隊員を含む職員3名は精神鑑定やミーム、認識災害等の診断を受けましたが、いずれも異常はなく、現在では全員職務に復帰しています。なお、当時 SCP-562-JP 周辺に配置されていた職員の中には、ウィル、もしくは、ウィリアム、という名前の人間はいませんでした。声、自体を録音した記録は現時点では存在しません。